皆さんこんばんは。いただいた動画のコメントを見るとやっぱり難しい明治政権が多い気がするので、よくよくテクニックの必要ない戦い方ってのを考えてみたんですよ。するとやっぱり打撃が一番簡単かなと思うので、今回は初心者の方向けに打撃の戦い方をご紹介しようと思います。打撃をやる上で重要なのはこのカウンター値です。突撃槍が特に高いんですが、カウンター値160というのは 1.6 倍ダメージということです。他には刀がカウンター値高めです。刀では盾地区はできないんですけど、ほぼ同じようなことができます。時点でレイピアですね、突撃槍や刀に比べるとだいぶ落ちます。 1.4 倍ダメですね。武器は盾です。受け地が最重要なんですが、ハベルの盾で最高値の受け地80です。ハベルを持ってない、もしくは重すぎるという場合はタワーシールドでも大丈夫。受け値78とにしか変わりません。それもなければ総流の大盾でも OK。 受け値73と実は万兵の大盾や巨像の大盾と並んでます。指輪は受け値が5上がる強調の指輪もいいですね。代わりに4日の指輪でスタミナ回復アップでもいいです。そしてこれが重要なんですが、騎士の指輪でカウンターダメージを上げます。この指輪で 12.5% アップするんですが、カウンター値160だと 1.6+0.125 で 1.725 倍ダメになります。一つ攻撃のみなのでご注意。それで突撃槍なんです。ではまず盾の受け値について説明しますね。これは中盾で、受け値は63です。だんだん、スタミナが減っていきますよね。では、受け値80のハベルの盾です。スタミナは、一回も減りません。このように、受け値でスタミナ消費がかなり変わります、ね。物理カット率よりも、受け値が重要です。今度は、カウンターについて。カウンターとは、相手の攻撃モーション中に当てること、です。盾地区の場合は、相手の攻撃が見えたら、攻撃して OK。防御しながら攻撃してるので、スタミナがある限り、被弾はしません。盾地区の欠点は火力が低すぎるということなんですが、その火力をカウンターダメージで補ってるわけですね。他には槍でも盾地区できます。そしてレイピアでもできます。刀では盾地区はできないんですが、このカウンター戦法自体はできます。盾地区とタイミングが違うんですが、相手の攻撃を完全にダーバして当てて攻撃してください。攻撃終わりかけモーションに当ててもカウンターになります。前作のダークツール1では終わりかけてはカウンターにならなかったので、2でだいぶ簡単になってますね。刀だと盾地区ではないので火力がかなり出るのも利点です。簡単そうでしょ。兵に勝ててもしょうがないじゃん、と思われそうなので、少し強めで、アーロン騎士の相手もしてみましょう。
てみますよ。もちろん呪縛者も縦軸カウンターでやります。ボスになると縦軸ではスタミナが足りなくなってくるんですが、ローリングで避けるのは苦手って方もいると思いますしね。ここ熱に異常で呪縛者が2人同時に出てくるんですが、以前のバージョンでは呪いスタブを食らうと片方は帰ってたんですが、今のバージョンでは帰らなくなってます。扉の外に出ると帰るんですが、出たらすぐに中に戻ってください。ほら、片方帰ったでしょ。攻撃モーション中は帰還しないで使用したんです。扉を手にして攻撃を後ろにローリングして逃げ出す。すぐに中に戻ると攻撃中の呪縛者は帰らず、攻撃中じゃなかった呪縛者は帰るというわけ。あとはもう1対1の負けなんですが、縦軸だとスタミナがかなりカツカツになります。後ろに下がりながらスタミナ回復をしてくださいね。シールドバッシュを入れるとスタミナがゼロになるのでございます。
ないね。これね、タイミングも何もないんですよ。スタートした後は、R2 ボタンを連打してください。それで最速カウンター付きになります。少し遅くなる気がします。できれば、立ち止まって飲んだ方がいいかもね。それではこの辺で、ご視聴ありがとうございました。